生きるという証に今は恋ということを考えております。人間の恋という世界で突き進んでいきたいなと思っております。若い人が言う恋というものも大事ですが、年いってからの恋というものもとても大事だと思います。生きているから恋が始まると、別に男女じゃなくてもよろしいわけですけど、人間あるいは女性のみならず、山も川も海も全て自然を恋したと。人間の究極の問題は、物を見て好きになると、もうそれしかないと思いますね。この前段階の。ああ、いいですね。何番目行ったらいいね。はい。
パンはどうしましょうか。後にしましょう。後で、はい。神戸で個展がありますけど、どんな個展になさりたいと思いですか。これは、まあ牧師をしよって、まあ十何年になるわけですけど、これこそ牧師の恋を、これは牧師に限らないわけですけど、まあ牧師という人が考えていく、感じていく恋心というのかな。この恋心をぜひ書きたいと。普通に見てて、非常に激しいです。非常に豊かです。ほのかです。こういったいろんな場面での恋を書いてみたいと。生きている証だと考えております。上手に書くというのかな。昔から言ってる整った字を書くというかな。そういう必要は私はないと思います。文字を伝える、言葉を伝えるためには、筆でなくても十分に機械が打ってくれますので、その必要はないんじゃないかと。自分の出るだけの激しさというものはないのかと。もうこれ以上柔らかさのものはないのかというふうに、文字から浮き上がってくる一つの表情を目標にしたいと思います。人がどう思うとも気に入ったものができたら非常に嬉しいと思います。書いたものが、ああよかったなと思うものはやっぱりありますね。自分で絵を描いた男の人と女の人、この二つがお互いに愛し合っていくという、男女でなくても山を愛するとか、空を見て美しいと感じるとか、そういうことをぜひ力いっぱいのものを書きたいと思っております。つながろうアート。